どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京上野にあります彩蘭園上野中町通り店さんに来ております。上海出身の料理長がね、腕を振るった素材調理法にとことんこだわったね、本格中華料理が、楽しめるというお店なんですけれども、すごいんですよ。結構ね、このなんか現地中国の CCTV4 チャンネルで放送されましたっていうね、まあ中国のなんか国営チャンネルにもこちらのメニューが、紹介されたりとかしてね、結構あの名のある、中華料理店です。いっぱい辛い料理があるんですけれども、今回ちょっと、ね、珍しそうなものをちょっとチョイスしました。今回挑戦するメニューがですね、カエルの四川風激辛煮込みということで、カエルですよ。なかなかないメニューですけども、まあ、比較的にこの中華料理ではですね、こうカエルとか、まあ、日本ではね、あんまりちょっとカエルはこう馴染みのない食材ですけども、結構中国ではね、割とあのローカルにこう食べられてる、メニューなんで、新たなジャンルを開拓するということでね、挑戦者の気持ちになって、今日はね、激辛ガエルを食べたいだなと思います。それでは、いつものようにですね、行った人の感想を見ていきましょう。これ行った人というか、これ Uber Eats もやってみたいですね。はい、Uber 配達による Uber 食リポ、今夜私がいただくのは上海四川料理彩蘭園の本格麻婆豆腐。ライス好き、ライスは少なめだなと思ったら、結果すんげーボリューミーだった。でもほぼ豆腐だからヘルシーだね。消化するまでしばらく動けませんと。ということで、こちらね、こう上野にありますからね、上野近辺のお住まいの方はね、これはあの Uber Eats でも頼めるということで、ね、ぜひぜひということで、まあ、麻婆豆腐も人気みたいです。はい、それではね、早速ちょっと料理を増したいかなと思います。あー、来ました。はい、こちらが、四川風カエルの激辛煮込みということで、これね、ちょっとごめんなさい、言う前、あの言うの忘れてたんですけど、僕これ2回目です。はい、ちょっと前回ね、これ同じの食べたんですけど、カメラのデータがぶっ壊れてね、はい、ということで、はい、で一応ねこれね、本当にこれ特別に今回ですね、激辛、はい、激辛仕様にしていただいております。いただきます。さあ、カエルの四川風激辛煮込み、お手並み拝見ですよということで、いただきます。これね、カエル、やっぱり四川風なんでね、唐辛子の辛みとホワジャオのしびれが効いてます。山椒すごい。カエルはね、これ食べたことがある方は分かるかもしれない、鶏肉みたいな感じで、ちょっとね骨が多い感じですね。ちょっと骨が多くて、やばい、ちょっととにかくしびれるわ。この玉、このホワジャオのこの玉を食べると、マジでしびれる、しびれる、結構しびれる、すごいじゃん。カエルは柔らかくて美味しいですね。
肉の麺うまいのこれ。結構シビからだ。しびれるのやっぱすごいよ。やっぱね、これ花椒もそうだし、生姜も唐辛子も結構ね、さまざまな香辛料が入ってね、口を刺激してもう口の中はわけのわからんことになってます。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。最大限上野中町料理店さんのカエルの自然風激辛煮込み、辛さレベルじゃららじゃん、辛さレベル8です。はい、8です。いやーもうね、もう今回唐辛子の辛さもさることながらね、ホワジャオのしびれがよりこの辛みを際立てる、存在になったかなと思います。もう口の中がね、もうビリビリのしびれて、もうビリビリでちょっともうろれつが回らないぐらい舌の感覚が麻痺するような、そんな感じです。はい、まあ、カエルはね、まあ、非常にこう鶏肉に近い、食感で、ね、非常にこう美味しかったんですけど、まあ、骨が多いのがちょっと気になったんですけど、まあ、それもね、まあ、骨もこうガリガリこう食べれるかなという感じですけれども、まああとね、このニンニクをこうふんだんに使ってあったんで、非常にこう香ばしく、ご飯が進む、そんな一品かなと思います。あれね、結構ね、そのパクチーとかも入ってたりとか、ホワジャも、独特な風味を醸し出しますんで、結構ね、マニアック向けというか、うん、好き嫌い分かれるかなと思います。まあ今回ね、このカエルの激辛煮込み料理を紹介していきましたけども、それ以外にもですね、しびれるハイボール、まあ、あの山椒を使ったね、しびれるハイボールとか、その他激辛料理、まあ、水煮とか激辛水煮とか、麻婆豆腐とかいろいろありますんで、まあね、ちょっと今回だけじゃ紹介しきれないんで、またちょっと通い詰めたいかなと思います。はい、ということで本日も最後のご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければ
グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ギガブログ、ツイッター等々更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。